やはり今日も1回インサイドにボールを入れてそこから外にパスを出すという展開です。まあ、はい、中山選手も昨日から見てるんですけど、はい、ペイントエリアから非常にストライクパスなんですよ。はい、だからシューターも打ちやすいですよね。あ、そうなんですね。はい、しっかりとセットします。橋本、自分で行くか、カッショット、よく決めました。クズアラからロングへ。あ、しっかりとこの辺り今日は連動性を持っています。中野のアタック来ました、ね。はい、いいアタックを見せました。アウトサイドでボールを回して寺園のフローター、これは柔らかいタッチ、バスケットカット。はい、そのシーン見ていきましょう。まあ、ロング選手もしっかり当ててますからね。やっぱり昨日当たってなかったんですよ、はい、ピックアンドローのスクリーンが、はいはい、古川、さあ古川には葛原がしっかりと体を寄せる。もうかなりハードにいってますからね、オフェンスある、ね、葛原の激しい守備、パス出せない。ミラーすぐに寄せたのは古川、ミラーがいった、ね、押し込みました。して、まあ、キックアウト、レイアップっていうのが多かったんですけど、今日は逆に北海道があのペイントエリアを攻めてますよね。そうですね、はい、まあ、今もそうですけど中野選手みんな、ここはなかなか今日は秋田は来ません。寺園のアタック、自分でいった、バスケットカウント、素晴らしいアタックから得点を積み重ねるのは今日は北海道です。ですからね、そうでしたね。やはり北海道はディフェンスからしっかり入ってるっていうところも含めて、はい、まあ、こういう形が出てきましたよね。昨日はやりたいことなので、はい、あ、そして激しい攻防続く、アリウープ決めました。田口のマッチアップ、2人が来る、橋本が空いた、スリーポイント、リバウンド山口、セカンドチャンス、ゴール下松下、はい、アイバーソンが昨日からこのロングとのマッチアップでは仕事をさせていませんが、ここがチャンスになった北海道。ナナダニエルダン、しっかりフェイントを使って、ナナダニエルダン沈めました。葛原バンズパス、ダニエルミラーインサイド、葛原からミラー、ナイスパスです、はい、よく見えてましたね。ありますね、そうですね、はい、高い位置からプレッシャーをかける寺園のフローターですが、ゴール下はロング、押し込んだ、バスケットカウント、アイバーソンとの1対1、ロングに軍配が上がりました。このロングの強さですね、大山さん。強いですね、アイバーソン選手。振るかな、ここピックを使う、今度はドライブか、うん、オフェンスファール、オフェンスファールです、うん、オフェンスファールですね、古川のオフェンスファール、はい、橋本、寺園、2ガード体制、橋本が行ってロング空いたところ、バスケットカウントですね。これは大きなプレーになりました。素晴らしいプレーですね、このシーンです。いい連携を見せました。まあ、こういったプレーが連敗中なかなか見られなかった北海道ですから、うん、使いますね、はい、寺園アタックからロング、ミドル来ました。あ、これはビッグショットですね。よく決めました。しっかり使いましたし、そうですね、はい、よく決めました、この2ポイント。非常にプレッシャーもかかるシュート。